2013年3月1日付で毎日新聞に掲載されましたロシアミを歌う会200回記念の記事の紹介これを少し手にしながら北九州で毎月1回開催されておりますロシアミを歌う会これを少し紹介させていただきます200回記念は JR 西小倉駅から歩いて約10分のピアノバーハウス二二2 2 4で開催されましたこのハウス二二2 2 4は2020年の確か3月末で閉店となっておりますその当時はまだこのハウス二二2 2 4はお店が開いておりましてこちらを毎月1回の定例の ロシア民を歌う会そしてまた今回の記事で掲載されました200回記念も行われております開催されたのは2月3日午後に開催されておりますでこの時の参加者数はそんなには今までの記念の参加人数に比べるとそこまで多くなくて男女17名が参加しております いつものように午後2時から30分ほど軽食をとりながら、えー、軽い飲み物アルコール飲料含めて、えー、それをとりながら、えー、皆さんで楽しく観覧します。30分の観覧軽食あるいは飲酒の後、いよいよもって「ロシアミを歌う会の始まりとなります。 最初の曲はこの歌う会のテーマソングともいえる「ステンカラージンから始まりますステンカラージンをみんなで合唱した後、このあと各テーブルごとに1曲ずつ選曲をしてロシア民を歌っていきますじゃあよろしくお願いします バイカルコのほとりなどを歌いながら約30分ほど歌って途中また休憩を入れてまたテーブルごとに選曲をして第2巡目を歌っていくとそういう流れとなっています伴奏はすでに紹介していただきましたアコーディオン演奏者の長留さんですでピアノはこちらハウスニニ2 2のマスターの森さんが 伴奏をしてくれています、えー、アコーディオンの演奏者がかなり高齢となりましたのでピアノの伴奏がだんだんと増えてきております基本マイクは使わずに多少音程がずれたりあるいは歌詞を間違えても構いません気持ちよく歌うことをモットーにそれぞれご自由に自由に歌い上げております 主だった曲あるいは、えー、この背景は是非ともお伝えしたいというそういう曲のバックグラウンドに関しては司会役のの飯田さんの方が解説をしててくれています最近はコロナの感染拡大そういうこともありまして旅行報告とか休憩の間に報告して いたただくく機会は少なくなりましたけど以前は海外旅行あるいはユーラシア旅行に行かれた方に簡単に旅行の報告をしていただいたりあるいはロシアとの関係の思い出を語っていただいたりそういったエピソードの報告があっておりました後半になりますと途中休憩で グルジアワイン、まあ、現在はジョージアという国名に変わっておりますけどジョージアワイン、えー、非常に、えー、ワインの歴史の古い国のおいしいワインの試飲をしていただいています赤や白、えー、その時々に応じて、えー、少量ですけど少しワインの試飲をしていただいて好評を得ております 後半の後半、最後の30分は、希望に合わせて、ロシア民謡を離れて、日本の昇華やフォークソングやシャンソンや、あるいは読書のコーナーとして歌っていただいたりしております。午後2時から開始して、午後5時で終了する、この ロシア民を歌う会、3時間の長丁場ですけれど途中の会食やあるいは休憩や歌う時間を含めてこの3時間非常に充実したしかもあっという間の3時間楽しく過ごしていただいております皆さんこのロシア民謡の会に参加してお友達と一緒にまた会えて 会話ができることを楽しみに参加されているというのが強い印象です。記事の中に紹介されています。第一回目からの参加者で、北九州市の八幡市東区にお住まいの女性。八十一歳当時、まあ現在八十八歳になられるかと思っています。現在は、えー、施設に入所されていて。 このロシア民謡の会には、えー、参加できる状況ではありませんけれど、えーまあ、彼女い曰く母に代わって5人の妹たちの面倒を見たので若い頃のなが慰めといえば音楽だけでした声が低いのでロシアやドイツのキーの低い曲が好きですというふうに、えー、記事には記載されております。 参加者の多くは60代から80代、えー、公務員やあるいは教員を退職した人会社役員主婦などさまざまです北九州市内のほかに築城郡あるいは岡垣町太宰府など、えー、県内各地から集まってきておりますこの「ロシア民を歌う会の始まりは 1996年この、えー、ロシア民謡の会の主催であります日本ユーラシア協会北九州支部で合唱がユーラシア諸国理解の原点になるのではというそういう話が出て市民に参加を呼,呼びかける形でロシア民謡を開催したのが始まりだということらしいです。 参加されているシニア世代の人々は1950年から60年代の歌声喫茶を知っている世代もいればあるいはシベリアからの引き揚げ体験者がカチューシャを言語で歌ったこともあるとそういう方もおられますこの200回までも続いた理由人に聞か,聞かせるのではなく一緒に歌うことを 純粋に楽しむ会だからでしょうかということであずっとお世話をしております司会役の飯田さんが語っております。でまた、えー、紹介今させて,していただいてますけどアコーディオン演奏者の長留さんは「ロシア民謡にはきれいな曲がいっぱいあります」と哀愁を帯びた単調の曲は日本人に 合ううのでではないでしょうかという話をされております。ということでえ次回は長留さんに哀愁,を哀愁を帯びた単調の曲「ロシア民謡」ということでお話をしていただくことにしております。お楽しみにしてください。